能登半島地震の被災地を支援しようと、洲本市の商店街でチャリティーイベントが開かれました。このチャリティーイベントは、コモード語録商店街の活性化を目指す洲本高校のグループすっともや、市内の飲食店の経営者らが能登半島の被災地を支援しようと企画したものです。イベントでは4つの会場が設けられ、洲本高校のミュージックダンス部のパフォーマンスや、淡路島内外のアーティストらによる作品の展示販売会などが行われました。また会場には募金箱が設置され、一部の会場では500円以上寄付をすると防災グッズがもらえる取り組みも行われました。能登にはまだまだ支援が必要だと思うので、この地震のことを忘れずに、私たちにできることができたらいいと思うので。阪神・淡路大震災があった淡路島からね、少しでもそうやって能登の方にですね、協力できるような、企画運営というのがね、できればなというふうに考えておりますんで。集まった義援金は洲本市の社会福祉協議会を通じて能登半島に届けられます。